エディンバラ大学、エジンバラ大学、ユニバーシティ・オブ・エディンバラは、1583年に設立された、英国で6番目に長い歴史を有する大学である、エンシェント・ユニバーシティの一つ。キャンパスは、スコットランドの首都エジンバラにあり、ユネスコの世界遺産に登録されている、旧市街の多くの建物が、エジンバラ大学の所有物である。スコットランドで4番目に古い大学であり、 スコットランドにある最高学府のうち最高峰とされている。QS 世界大学ランキング2019では世界18位、英国5位、スコットランド1位であり、世界トップクラスの研究大学とされている。スコットランドの大学としてラッセルグループに所属しているのは東大学とグラスゴー大学のみであり、ヨーロッパの大学の提携組織であるコインブラグループ、 ヨーロッパ研究大学連盟、リールに加盟していることも特徴である。また、IB リーグや U15 など、米国やカナダの高等教育機関とも指摘に深い、つながりがあり、現在まで学術交流を盛んに行っている。エジンバラ大学は、啓蒙時代に優れた人材が輩出し、エジンバラは、北のアテネと呼ばれるまでになった。主な卒業生として、物理学者。 ジェームズ・クラーク・マックスウェル、哲学者、デイビッド・ヒューム、数学者、トーマス・ベイズ、第74代英国首相、ゴードン・ブラウン、医学者、ジョゼフ・リスター、小説家、アーサー・コナン・ドイル、小説家、ウォルター・スコット、発明家、アレクサンダー・グラハム・ベル、タンザニア初代首相、ジュリウス・ニエレレなどがいる。また、中大ではあるが、自然科学者、チャールズ・ダーウィンも通っていた。 エディンバラ大学はこれまで21名のノーベル賞受賞者とアーベル賞受賞者を1名を出している。英国王室とのつながりも深く、これまでにエディンバラ公爵フィリップ・ヤン王女が総長についている。また、2003年にはスコットランドの大学として初めてフェアトレード賞を受賞した。エディンバラ大学設立の基金はオークニー諸島。 カークウォールにある聖マグナス教会の司教、1558年没の遺産が元となっている。1582年、スコットランド王ジェームズ6世、後のイングランド王ジェームズ1世の直居場によって、スコットランドの4つ目の大学として創設される。この当時は、大学設立は、教皇直所によるものが一般的であったため、非常に珍しかった。また、 直居上の発布の翌年に、市からの資金協力を得、初の都市型大学となった。当時すでに経済的にも知名度も上であった、イングランドには、大学が2つ、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学しか存在していなかった。18世紀なるまでには、デイビッド・ヒュームらの登場により、エディンバラ大学は、ヨーロッパ啓蒙時代を代表する大学として、知られるようになる。 建築家のロバート・アダムによって設計されたは、ナポレオン戦争後に、ウィリアム・ヘンリー・プライフェアーによって建設された。現在は、法学部のキャンパスとなっているが完成する19世紀前半まで、エジンバラ大学には特定のキャンパスが存在しなかった。大学の初の授業は解剖学と外科学であった。19世紀の終わりに差し掛かると、増加する学生の数を収容できなくなり、 1875年にが医学部旨の増設を決定し、1880年代後半にはが完成した。はもともとは1840年代にとして建設され、1920年代頃より長く進学の研究拠点として機能していた。エジンバラ大学の所有物件には近現代史において重要な建物が数多く存在する。スコットランドで最古。 英国本島で2番目に古いコンサートホールである、ショートトンチェチーリア、エスコンサータール、世界で初めて学生団体用に建てられた建築物である、などがある。和1580年に大学よりも3年早く建てられ、現在では200万を超える蔵書を持つ、スコットランド最大の図書館となっている。これら蔵書の一部は、ヨーロッパ最大の付属図書館の一つである。 エジンバラ大学メインライブラリーや、各学部併設の図書館に収められている。1884年には、エジンバラ大学、ステュデンツ、レプレゼンタティブカウンシル、SRC が、続いて1889年には、エディンバラユニバーシティ・ステュディンツ・アソシエーション、エウサ、エディンバラ大学自治会、ザ、エディンバラユニバーシティ・ユニオン、エウが設立された、また 1866年には、エディンバラユニバーシティ、スポーツユニオン、エウスが設立されている。2002年には三学部級学科に再編された。エディンバラ大学は、厳密には、カレッジ制大学ではないが、現在は、人文学部、HSS、理工学部、医学、獣医学部、MVM の3つの学部、カレッジに枯れている。 この再編により各学部はある程度の実治性を有するようになり学内システムや手続き所持などが学部によって異なっている2011年8月には1907年設立がエディンバラ大学に併合された学期は基本的に2期制をとっている2016から2017年度版ではエディンバラ大学はスコットランド1位英国5位 世界19位にランク付けされている。2017年度タイムズ、ハイアーエデュケーションでは、世界27位、英国で6位であった。エディンバラ大学は、ラッセルグループに所属しており、英国からは、オックスフォード大学やケンブリッジ大学が参加している、コインブラグループ屋にも加盟している。また、研究大学の国際的ネットワークである、ウニウェルシタス21にも参加している。 2008年の英国のでは世界有数の研究大学スコットランド1位英国5位として高い評価を受けている。全体の約6割の研究領域が最高位4と3の評価を受けており、約3割が世界最高峰ワールドリーディングの評価を受けている。また、によるとスコットランドで4を受けた研究領域の37%が エディンバラ大学によるものであった。獣医学、情報学、言語学で最高位である4の評価を受けており、芸術、科学、数学でも極めて高い評価を受けている。2011年度版では、エディンバラ大学は世界20位に、2011年度版タイムズ、ハイアーエデュケーションでは世界36位、ヨーロッパ7位、英国5位の評価を受けている。 上海交通大学の発行する世界大学学術ランキング2011年度版では世界53位、ヨーロッパ14位、英国6位にランク付けされている。ガーディアンによる2012年度英国大学ランキングでは英国16位、インデペンデントによる2012年度大学ガイドでは13位、サンデータイムズでは27位、タイムズでは15位であった。 フィナンシャルタイムズによるグローバル MBA ランキング2012では、エディンバラ大学の MBA プログラムは、世界83位、英国10位にランク付けされている。人文科学、社会学部は3つの学部のうち最大の学部である。11の学科からなり、16000人の生徒と1460の職員が所属する。この規模ゆえに、広範な研究領域の確保と、 専門知識の蓄積が可能とな、いる。当学部には300以上の学部生向けコースがあり、200以上の大学院プログラムがある。2008年度版ライでも評価された研究体制の質は1200人以上の研究者によって保持されている。医学、獣医学部は世界有数の医学系研究機関として長い歴史を有する。ライでは、 医学研究領域は英国で最高位の評価を受けている。すべての研究領域で国際的水準との評価を受けており、40%が世界最高峰、ワールドリーディングとの評価を受けている。元は独立した8つの学部からなっていたが、1992年に4つの学部に再編され、2002年に現行の形に統合された。16世紀には科学は、 自然哲学として教えられていた。17世紀には数学と植物学の学科が設立され、18世紀には自然史、天文学、科学、農学の核学科が設立された。18世紀にはエディンバラ大学はスコットランド啓蒙時代の有力研究拠点となり、多くの科学者を輩出した。1785年には科学者、 ジョセフ・ブラックが二酸化炭素の存在を明らかにし、世界初の科学学会を設立した。19世紀には、工学と地理学の学科が設立された。2002年に、理工学部として再編された。エディンバラ・ユニバーシティ・ステュディンツ・アソシエーション、エウサは、エディンバラ大学、ステュディンツ・レプレゼンタティブ・カウンシル、SRC を母体としている。学生会は、や、キングス・ビルディング・ハウス、 キャンパスに点在するカフェや売店を運営している。は、世界最古の学生会向けの建築物と言われている。エディンバラ大学学生代表委員会は、エディンバラに220にある学生連盟の代表でも、ある。学生会の幹部職は、会長と3人の副会長となっており、当学生会はに加盟している。エディンバラ大学には67のクラブがあり、 サッカー部やラグビー部など、英国伝統のスポーツのみならず、コーフボール部や、パラグライダー部といったクラブもある。これらクラブは、エディンバラユニバーシティ、スポーツユニオン、エウスにより運営されており、エディンバラ大学は2005年の英国スポーツ、連盟大学ランキングでは5位、2007年には4位に、ランク付けされている。2008年の北京オリンピックでは、 エディンバラ大学の卒業生と学生が4つのメダル、金メダル3つ、銀メダル1つを獲得している。サークリスホイはトラックレースにおいてトリプルクラウンを達成し、がボートで銀メダルを獲得している。エディンバラ大学には数多くの学生団体がある。環境と貧困の問題に取り組むが最大である。国際開発を対象としたは1990年の 設立より活動を続けている。主な大学関係者に、経済学者、アダム・スミス、アメリカ独立宣言に署名したジェームズ・ウィルソン、ジョン・ウィザー・スプーン、第74代英国首相、ゴードン・ブラウン、19世紀英国首相、ジョン・ラッセル、19世紀英国首相、ヘンリー・ジョン・テンプル、BEP 前 CEO のなどがいる。科学者には、発明家、アレクサンダー・グラハム・ベル、 工学者、ウィリアム・ランキン、哲学者、デイビッド・ヒューム、自然科学者、チャールズ・ダーウィン、遺伝学者、地質学者、ジェームズ・ハットン、植物学者、ロバート・ブラウン、数学者、コリン・マクローリン、統計学者、トーマス・ベイズ、医学者、ジョゼフ・リスター、外科学者、ジェームズ・シンプソン、医学者、ピーター・ド・ハーティー、ノーベル生理学、医学賞などがい。科学者には、 ジョセフ・ブラック、ダニエル・ラザ・フォード、アレクサンダー・トット、ウィリアム・ヘンリーなどがおり、また物理学者としては、ジェームズ・クラーク・マックスウェル、ディビット・ブリュースター、ピーター・ヒグス、ノーベル物理学賞、チャールズ・バークラ、ノーベル物理学賞、マックス・ボルン、ノーベル物理学賞、イゴール・タム、ノーベル物理学賞がいる。文芸界では、小説家に、アーサー・コナン・ドイル、 ウォルター・スコット、ロバート・ルイス・スティーブンソン、ジェームス・マシュー・バリーがおり、俳優・イアン・チャールソン、作曲家、ウィリアム・ワーズ・ワースがいる。日本に、ゆかりの深い関係者としては、昭和シェルセキューグループ CEO カメを活用し、言語学者、久保園春ハル学者、山内真、社会学者、中野剛、文化人類学者、国広正夫がいる。日本の外務省からは、 英語研修組の新人外交官が1920年代から派遣されており、卒業生には、長海、光一郎、中米大使、佐藤幸男、国連大使などがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。